武田の。よし。ハイグレネードしようと思った。最近栄冠枠でスパルタンライフ聞いたからね。スパルタンライフ聞いちゃったから。126個目だね。バレル4は無事終わりました。はい、よーい。スタート武田信玄はもう2面が肝。1、2面でほとんど終わっちゃう。あ、武田信玄もそういや、アーカイブが配信してるんですね。随分いかついビキニアーマーのユーさん、土曜大河ドラマ枠。ビキニじゃないアーマー。武田信玄もちょっと気になってますね。これも明らかで買いましょう。ねえ。全然別物なので、わら。フェリオスが配信したらちょっとね、フェリオス欲しいんでね、なんかナムコさんが参入してるから、結構というか全然別じゃないですか。フェリオスが配信されたらちょっと、プレステ5考えないといけない。どうせ買うならプレステ4じゃなくて5。2個月間ですからありえるかも。じゃあ5もう全然見たことないですね。なんかダムコばっかり出てますよね、最近ね。Wii でなんか昔配信されたことがね、あったんですよね、フェリオス。その時ちょっと Wii 欲しくなったけど、Wii、ね、コントローラーも買って、テレビも買って、うん。いろいろ買ったらお金かかっちゃうなと思って。その時まだ秋山持ってなかったからね、秋山貯金で。コンソールはナムコさんすごかった。ねえ、いっぱい出てましたよね、ですよね。よいしょ。とか今までなんかナムコさんが出てなかったのが不思議でしたね、アーカイブですね。ワンダーモノも出ましたよ。ねえ、まあそこら辺は PC エンジンでね、遊べちゃうから別に。あまり欲しくないんですけど、あとそれ、ね、プレステでもあったしね、今まで。ワルキューレンで、あ、そうそう、未来忍者とかはね、今まで一緒がないから驚きますけど。スイッチで明らか買い当たっちゃってるわ。明らかでかなりありますからね、毎週しかも出ますからね、毎週。あと欲しいのはあれかな、ゲーセン版の マクロスかな。ゲーセン版のマクロスが移植されたら欲しいな。ねえ、PC エンジン版結構いい出来ですよね、その当時思えばね。完全移植じゃないけど、このアレンジ具合がいいですよね、ちゃんと。当時はね、文句言ってましたけど。戦争までは特に。今遊ぶと結構ね、よく移植したなっていうのね、ありますね。毎週リリースがギネスに乗るほど続いているから。ねえ、すごいよね。自分は当時から満足でした。ねえ。あ、原平は私も満足でしたよ。あ、ただ一番最初の印象はちょっと悪かったんだよね。いきなり地獄で死んで。なんだこれと思った。こんなに難しいのかと思った。ビッグボートまでいけない。こんな難しいのと思った。でも頑張ればね、なんか、普通に進める。前編ホームデンは PC エンジン版の方がレイアウト見やすい。ああ、そうそう、エンジン版の方がいいですね。プレステ版やったけど、やっぱりエンジン版の方が良かったと思った。レイアウトいいですよね、PC エンジン版の方が。
あれちょっと何これ。PC エンジンの方が難しいらしいですよ。まあでもプレステ版やったけどそうでもなかったような気もしたんだけどね。まあ、どうなんだろう。プレステ版ジョイスティックでやってたからな。まあ PC エンジンプレイできたらもうあのプレステ版もクリアできますね。アーケード版もね普通に。よし。よし。はい、ケーキ。クリアできたらアーケード版もクリアできるとまで言われた。あ、そうそう、私あのアーケード版というかプレステ2版に入ってるやつやりましたけど普通にクリアできましたね。 PC エンジン版やった後でもやった後やったらレバガチャがないだけですよね。レバガチャしないでいいからいいですよね。レバガチャがしないでいいから PC エンジン版いかんいかん、二段目受けた。拳銃二発で、火縄銃二発で、このダメージよ。痛すぎる。親方様。親方様ね。親方様しかし撃たれても大丈夫。火縄銃ごときで、この剣心が、剣心の命を取れると思ったか。うん、火縄銃ごときで、剣心の命は取れんわ。剣士じゃねえわ。信玄だ。信玄の命は取れぬわ。じゃあなさいなさい。お、来た来たー。ふぅ、はい、トゥン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 。さあここだ。危ねえ、こいつによく深く取るからね、ほんと危ねえ。うー、危ねえ。こいつ最強だもんね。うー、行く行く。はい、おめでとう。マジよ。はい、はい、軍配。うー、バズーカ村上、次はバズーカ村上ですね。はい、あ、今日村田さんがやるんだけど、村田さんはもう勝ったのかな、負けたのかな、ボクシングね。村上さんじゃなくて。はい、よし、よし、ほら、審判の村田さん、審判の村田です。ただいまの判定に、いやその村田さんじゃない。ボクシングの村田。
はい、ポーン。はい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 、オッケー。ワコブは、進撃。バリスは終わっちゃった。はい。はい。オッケー。150個目先生、よし、これでもう OK、 よいしょ、 OK、 よし、はい、はい、いらっしゃい。あ、ちょっと危ない。うわー、もったいない。151号線。全勝、村上良樹を打ち取ったり。たまに目玉しがなる武田信玄。よし。プロ野球審判のプロフィールを集めた本持ってる。そんな本出てんだ。びっくり。選手メーカーじゃなく審判メーカー。ワコプンです。はい、いらっしゃい。随分と和風なブアリスですね。和風バリス、ね、ビキニアーマーじゃないです、ノーマルアーマー赤とダイブされちゃい。イベント限定本だった。戦国乙女なら信玄かビキニアーマーですよ。あお。女の子。あだ。いててててて。てなんだなんだ、うわ、やばい、あ、ちょっと親方様一人で出撃させて。オッケー。いや、もう他のやつはみんなやられたんです。でるるるるでてれー、よっしゃ、全勝上杉謙信打ち取ってる。赤とダイム触りです。味方は最後に誕生日ケーキ用意して待ってるんですよ。誕生日ケーキ親方のハッピーバースデー。川中島の戦いもようやくその幕を閉じた。宿敵上杉も今はもういない。長い戦いであった。だが油断は許されない。新たなる敵がさらにまた立ち向かってくることだろう。次なる戦いに備え、そして今日の都を目指し、さらに野望が燃え上がる。これからが本当の戦いなのかもしれない。今日への道はまだまだ遠いのだから。よし、これから一人で京へ向かわなければいけない。パカラパカラ、こ交換欲しかったね、馬のね。パカラ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 、続編の期待が高まる。続編の期待が高まる。武田信玄2、ファミコンは出てましたね。シミュレーションゲームだけど武田信玄2、ゲーセンは出なかったな。パパラッチ。ダラン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 、パパヤパンパパヤパンパパヤパン。一人なら結構簡単に譲渡いけそうですね。
14、あ、15分切ってる。これは記録ですか、どうですか。あ、めっちゃ早い、すごい、大更新やった。あれが早かった、あの3名の村上さんと健信さんが早かった。やったぜ、やった、久々の更新、ありがとうございます。大幅更新、しかも須藤さんありがとうございます。あれも早かった、今回あの村上さんとあれ、あの火の技がね、結構あのミスなく出せてましたからね。ボタンが結構ペコペコなんか、あの功を奏して同時押しがやりやすかった、今日なんかそんなに同時押し見せらなかったし。やったで、俺じゃーい、やりました、これは録画決定、やりました。やった、本土1位誰だよ。あ、俺だ、俺残念がってる。でも俺は記録更新だから。まだまだねあると思いますよ、今日2面でもだついてるから。2面のボスと、2面のボスをとにかく早くする、あと1、2面ですよね。1、2面、まあ、今日3面、4面早かったですね。3面、4面は早かった、あと3面も1回、2回かな、同時押し見せてるから、それくらいですかね。あとね、やっぱ2面ですかね、2面のボス、2面のボスがちょっと安定しないから、2面のボスがちょっと、あそこなんかいいパターンかなんかあればね、確実に倒せるんだったらいいんだけど。やった、タコラックス久々超えた、15分切った、これはでかい。はい、というわけでご視聴ありがとうございました、PC エンジン版バリス4は今日で終わって、来週はバリスビジュアル集が、やります。お楽しみに。おでした、ビジュアル集でバリスマラソンラスト、ラストを飾るのはビジュアル集でございます。ありがとうございます、武田信玄ご視聴ありがとうございます。やったカコラックスに久々かった、おっとっとおでした、はい、おっとです、ありがとうございます。どうでした？どうでした？やりました。いやー、久々の更新で嬉しい。どうです？